ダルムルンってことで今日はこちらのゲームをやっていくんですけども、こちらゲームですね、もう聞いた感じで、もうなんかゲームボーイみたいな感じのゲームなんですけども、まああらすじとしては、まあ謎の不思議なジオラマのある部屋に閉じ込められてしまうみたいな感じのね、ストーリーらしいです。はい、やっていきましょう。なんかもう雰囲気がめちゃくちゃいいよね。もうスタートからの。あとこの曲がちょっとね癒されるよねってことをやっていきましょう。ダルムルン翻訳にかけてあれしたらこう言ってたわ。うん、誰かの声がした。これ俺の声かな。お、始まった。てんてんてん。あ、動けるわ。おー、これ主人公かな。うん、これでね、なんかタイトルに行った感じので、こっちにはいけないと。なんだここは。やあ、やあ、誰だお前は。なんか似てるな俺に。ここは何かって、美術館かおもちゃ屋のつもりかよくわからないけど、美術館、おもちゃ屋ではないな。ジオラマがたくさん置いてある。少し見回ってみなよ。はい、それだけ。そこの端っこノートに何か書いておくと安心できる。あー、セーブしろってことね。はい。あ、セーブね。書き留める。記録しました。はい。じゃあ見てみる？そんな広くないね。うん。湖のジオラマだ。湖。あ、それだけか。あ、それだけだ。キラキラしたジオラマだ。小さな家のジオラマだ。小さな。ん？見ているとなんだか体がふわふわしてくる。え？ジオラマの中入っちゃったけど。魔法陣がある。ここから戻れるようだ。あー。あ、戻っちゃった。え？ね、え？の、え？え？入れたよ、ジオラマの。え？花が揺れている。踏まないように気をつけよう。え、俺が何、小さくなったってこと？どういうことだ？え？ああ、操作のあれね。うん。ああ。じゃあ何回もタッチしたら変わる時もあるってことね。ドア動かない。鍵や穴も見当たらない。うん。この家どこかで見たことがあるかもしれない。え？なんだ？人が住むとするなら、なんとも不便な作りだ。まあそう、鍵穴がないってことは、防犯面あれだけど、でも入れねえんだな。これは？ああ、何もないと。窓を覗いても、中が調べられない。ああ、暗くてね。じゃあ、他？調べてみるか。かわいい部屋。覗き込める。おー、かわいい、このクマ。大きなクマのぬいぐるみが床に座らせてある。うん。なんかあるよね、こういうコストコだっけ？どっかに。なんとなく目が合う気がする。まあ、でわかるよ、なんかさ、こういうさ、人形ってさ、ぬいぐるみか、ぬいぐるみってさ、なんか黒いからさ、目が。なんか合ってる感じがするんだよな。美味しそうなティータイムセット。本物ではないはずなのに、甘い匂いがしてくるようだ。あー、あれか、なんか消しゴムみたいな感じ？そういう、あ、ちょっと待ってね。匂いがする消しゴムみたいな感じってこと？花瓶に飾られた花、ふわりといい香りを漂わせている気がする。気がする？なんかさっきが気がするとか、なんとかみたいだとか、なんかそういう不安定なんだけど、どういうことだ？本棚にはいろいろな本が並んでいる。あー、いろいろな本ね。なんか取れたりするのかな。その中に2冊目を引く本があった。2冊。なんだ、なんだろう。L 本か？緑の本、赤い本。なにこれ？緑のタヌキから行くか。世界中を旅した双子の冒険者の物語。双子の冒険者？ガリバー兄弟みたいな感じか。作り話なのか、本当話なのかはわからない。ああ。このシリーズは家にもある。全巻揃えている。ああ、あれか、なんか、
ママみたいな感じで、なんかワンピースの漫画全巻揃えるみたいな感じか。ああ、なるほどね。まあ、ってことは結構有名な本ってことか。うん。じゃあ赤いキツネ行くか。表紙には見たことない魔物の絵が描いてある。なんかキツネのお化けってこと？見たことのない魔物。まあ、魔物って大体見たことねえけどな。中の文字は読めない。知っている言葉ではない。何？異世界のってこと？手に持つとじわりと寂しい気持ちに襲われる。なんか、なんかポエムみたいなこと言い出したぞ。どうした？何？手に持つとじわりと寂しい気持ちになる。本棚に隙間がなくなり、元の場所に返せなくなった。え？あ、これあれか。最初、これどうやってここに収納してたんだっけってなるやつか。一回出したらしまいないみたいな。赤い本手に入れたわ。特になさそうだな、他には。じゃあ、一旦セーブするか。ここか。約束の木。何約束の木って。なんかやばいやついるよ。ね、これ、キノコの化け物みたいな。ひょっこりはんしてんだけど。あ、戻っちゃった。ちょっと待って、これさ、こっちとかいけるのかな？あ、いけるようになってるわ。はー、じゃあまあ、一旦こっちか行くか。明らかにやばそうなやつがいるけどな。ジョラマの天井まで届く高い木だ。上の方に何かが光って見える。ジャンプしても届きそうにない。ってことは何か伸ばすものを持ってこいでこい。匂い棒とか。何かが木に引っかかっている。揺らしてみましょうか。ああ、お前が揺らしてくれるってこと？揺らす。あ、俺が揺らすのか。落ちない。揺らす。何回もやってみろって言っとったもんな。なんか調べたら変わるかもとか。揺らす。何もない。ああ、なんだ？葉っぱ塊がもっさり落ちてきた。もっさり落ちてきた。あ、それだけか。もう揺らさないでおこう。とりあえずこれから行くか。え、お前誰だお前。もう触らないで。え、お前なんか話しかけれないの？じゃ、これ何これ？何かが、何落ちている。足だけが見えている。あ、これ、あ、目じゃないんだ。目と口じゃねえんだ。これ足か。多分あっちのキノコの仲間なんだろう、と思う。ああ。お前助けろよ、じゃあ。じゃあお前助けろよ。何のんきそか見てんだよ。多分キノコの魔物の人形の、人形？生きてないのこれ。かくれんぼ中なのかもしれない。え？人形なのにかくれんぼしてるって、お前絶対生きてんだろ、お前。おい。鼻こちょこちょしようぜ、鼻こちょこちょ。ティッシュ持ってきて。もしかしたらくしゃみするかもしんねえよ。木を傷つけないで。なんか、傷つけてないよな。俺はないよな。ただ揺らしただけだもんな。大丈夫、大丈夫。もしかしたら、ね、木の心が傷ついてしまったのかもしれないな、揺らしたことで。え、こいつ助けるとかじゃないの？あ、でも何にもないな。じゃあ他行くか。お前は？君はどこから来た？僕は森で散歩をしていたのだけど。え、俺はわからない。大雨に降られたんだ。それで近くの小屋に逃げたらこのざまさ。どのざまかって？つまりは、出られなくて困ってる。あ、俺閉じ込められてんだ。今ようやっと知ったぞ、それを。どうやらこれは魔物の罠なの、罠？魔物の罠？でも魔物って言っても人形しかねえよ。これ自体が魔物ってこと？お魚の湖。おー、誰かいる。魚が泳いでいる。手を伸ばしてみようか。やってみる。一匹魚が手にそっと寄り添ってきた。両手ですくい上げてみたが、魚は持ち上がる、歩きできない、持ち歩きできない湖に返そう。と思っていたら、魚は木のおもちゃに変わった。どういうこと？もうわかんねえや。魚のおもちゃを手に入れた。これおもちゃなんだ。めっちゃ動いてるけど。
とりあえずこれ調べてみる。あ、何もないな。湖のほとり静かに佇む人がいる。あ、お前のことだと思ったらどうやら人形のようだ。何と思ったらが好きなのか、このゲームの作者さんは。すげえ。なんだ、ネタ青木だ、早で、と思ったら何そのナイス。え、実はこうなのかみたいな、なんかそういうの好きなのかな。結構多いんだけど、と思ったら。じゃあこれでもない人形ってこと。魚もなんかおもちゃだし。耳が長い種族だ。この湖に住む精霊なのかもしんない。え、どっちだ、精霊ね、人形なの、精霊なの、どっちなんだい。わかんない、わかんないな。まあいいや。キラキラの洞窟。うわ、なにこれ。もう3回驚いたけど、もう、なんだ。大きな魔力の塊。魔法石が僕の顔を映して光っている。あ、僕ではない。主人公はあれ、男の子ってことか。触るとどうやらキラキラの一部が欠けて、コロリと足元に落ちてきた。大丈夫か、それ。なんかあんまり、なんか壊しちゃいけねえ石とかじゃねえ。光る石をゲット。お前は？なんかフクロウかな？魔物だ！と、焦ったが、作り物らしい。よく見ると、愛嬌のある顔をしてる。確かにちょっと可愛いけど。やっぱ、と、焦ったがとか、と、思ったらが、やっぱ、そう、好きなんだな。結構多いぞ。今のところ、なんか、3つ4つぐらい出てきてるな。もしかしたら、この横を見たら、まあ、人かと思ったら、チョコレートでした。チキショーみたいな感じがあるかもしれないからな。魔物と戦っている剣士の人形だ。多分。凛々しい顔をしている。と、あ、ね、なかったわ。すげえ裏切られた、期待を。と、思ったら、チョコレートでした。あー、チキショーみたいなことあるかと思ったけど、全然なかったわ。困っているという割には落ち着いて見える。そんなこと、にゃいよ、にゃいよ。なんか、え、こいつ、猫なの？そろそろ魂が抜けるかもしれないっていうくらい、疲れ果てて動けなくて、ああ、もう疲れて、あ、でもさ、俺全部見たんだけど何もなかったんだけど、どうしたらいいっすかね。先輩。もう先輩って言っても、あれだけど、君が来てくれてよかった。少し元気やってた。おう、そうっすか。ちょっと、助けてよ。俺もう、なんか何をしたいかわかんねえっすよ。先輩。ここ開いてるとか、何もないもんな。変わってないもんな。俺は何をしたいんだろう。やばい、わかんないな。もう全部調べたもんね。なんか変わってるとか。変わってねえな。ああ、なに？動いたじゃん。え？動いた気がしたが、気のせいが、気のせいじゃねえだろ。もう確実に立ち上がってたぞ。な、お前も見たし、俺も見た。二つの目がこいつを見たからな。え？なんか、怪しいな。気がする。なんだ、この主人公はなんか、あれなのかな？あんまり気が強くないというか、あれなのかな？ちょっと心配性というか。まあ、とりあえずいろいろ調べてみる？今みたいになんか変わってるかもしれないしな。だから、なんかお前助けてやれよ！なあ、引っこ抜いてやらないと死ぬぞ。窒息して。隠れ、まあ、そうか。あれか、隠れんぼだもんで、鬼が落ちたのか、これ。だからもう出ようにも出られないんだ、これ。これあれ、なんか鬼の罠かもしんねえしな。鬼がさ、こう、あ、助けて、助けてって言って、助けた瞬間に、はい、見つけたってやるかもしんねえからな。もうそれは確かに助けに行けれないわ。なんかあったっけ？なんかさ、今のところ赤い本と、ねえ、光る石をゲットして、あと魚のおもちゃ。え？何をしたらいいんだ俺。もうなんかすることがないんだけど。あれ？もう全部見たもんね。なんか寝れるだけだもんな。
ちょ、先輩、全部見てきたっすよ。全部見てもらった？僕はもうできれば、入りたくないけれどね。体が縮むの変な感じがする。あまり居心地、あ、やっぱ体が縮んでんだ、ガリバートンネルみてえに。はぁ。いや、それだけ？ちょっと先輩！君は無口なまりに、やたらと僕を構いに来る。いや、ごめんな、なんか、別にね、その頑張ってちゃってわけじゃないですけど、もうね、ただ、何をしたらいいかわかんないですよ、僕。僕がずっと独り言を言ってるみたいだ。え？ここに語りかけてる？確かに、問題なく会話がつ、てる？ん？そっか、主人公はない、喋ってないんだ。え？何？あなたの脳に直接語りかけてます？テレパシー？君、どっかで見たような、どっかなんて、遠い話でもないような。ああ、でもまあ、わからないな。え、一緒に来てほしい？いや、言ってないっすよ、僕。そんなこと。構わないけど、ああ、あ、ねえ、先輩もしかしたら寂しかったっすか？うん、ここにいる間ずっと君についていくよ。それでもいいなら。あ、ねえ、先輩、かわいいとこあるじゃないですか。やっぱ寂しかったんすね。じゃあ、いいっすよ。一緒に行きましょうよ。今すぐにも君を。あ、一緒に行こう。わかった。そういう喜び方はやめてほしい。そっか。え、先輩と一緒になったけど、一旦、セーブするか。何をしたらいいんだろうな。まあ、一応一緒に来てくれるってことはなんか変わるかもしれないしな。あえど、いや、え、先輩ってもしかして、そういう人ですか？さっきと違う？何が？全部？なんだろう。人によって見るものが変わるのかな？いや、なんか先輩ちょっと、なんだろうな。なんかよろしくないものを発してるんじゃないですか？ボロボロの木だ。長い変なものがある。綺麗な丸太ならともかく、ここで座って休む気分にはなれないな。いや、でもさっきまで綺麗でね、僕、寝てたんですけども。さっきまでここで寝てた？ワイルドだな、ワイルドだろ。ちょっと変にちょっと裏返っちゃったわ。あー、人形さんもいない。どこにも見当たらない。やっぱ先輩なんかちょっとさ、なんか負の陶器みたいなの持ってないです。大丈夫ですか？耳の長い女の子の人形、いや、あったんすよさっきまで。え、なんだ、なんか突然カットできちゃった。ごめん。生き物が何にもいない。湖は綺麗なのにね。確かに、ここだけ確かに綺麗だな。え？おもちゃの魚？それを水に入れる？あ、泳ぎ出した。すごい。生きて、動いてる？ここにあるもの全部作り物なのか、本当は生きているのか。なんだ、そういうちょっと意味深な言葉。僕も君もなんだかよくわからなくなってきちゃって、少し怖い。いや、もう怖いよ、先輩が怖いっす、僕は。まあ、でも先輩前で言えねえな、このこと。あ、でもそうだ、うわ、そうだ、こいつ、そうだ、先輩の頭に直接語りかけてか、俺のこの独り言すらも聞こえてるってことか。ここでぼっちゃん、まあ、確かにね、一人だけっていうのも確かにかわいそうだけど、やっぱそういうことは、やっぱ俺もやっぱ発言気をつけないと、やっぱ先輩聞いてるんだった。あ、暗い洞窟変わってる！何これ？え、暗っ！真っ暗で先が見えない。このまま歩くのは危ない。君の持っているその光る石、明かりの代わりになるかも。あー、さっき拾ったんです、そういえば、光る石。ほら！僕のカンテラ、中身の魔法石、さっき森で落としちゃってね。カンテラって何？カンテラ。関東テラビーみたいな。関東テレビを関東テラビーみたいな。なんかちょっと、かっこよく言ったみたいな感じか。うわー、何もない。警戒して損した。いや、怖かったかって？そうかもね。
やっぱ先輩ちょっと可愛いとこあるじゃないですか。ビビリなんすか。なんこれ、さっき魔物の死体ってこと。魔物の骨とそばに剣が刺さって、やばかった。これさっきのあの剣士が殺戮の天使になったってことだ。魔物と喧嘩してこれどっちが勝利した。いやそういうことじゃない。であのさっきの剣士がとんでもねえ天使となり悪魔となったってことだ。くすんだ色の岩が細かい、あれ魔法石じゃなくなってる。いや、やばなんか、やばいよ。お、先輩なんかやべえやつなんだってこれ。誰かがここで暴れ回ったみたいな。壊れたりしてるし。崩れると危ないから早めに立ち去る。やっぱこう先輩ちょっと怪しいな。先輩とここにいた勇者。勇者ってか剣士か。怪しいな。え、待って。ちょっと待って。ちょっと待って。出ちゃったけど。この宝箱何これ、ちょっと調べられない。あ、出た。古びた宝箱がある。古びた宝箱。昔コインを入れたら開く、こんな感じの小物入れを持ってたかな。どこにやったか何を入れたかもう忘れてしまったけど、っていうことはコインがあると開くってこと。これがそれだけ。あ、それだけだ。いや、この先輩、ちょっとさ、俺、なんか最終的に、なんか裏切ってくんじゃねえの。そんな感じがする。じゃあ、こっち行く？小さなお家。あ、これ変わってねえ。あ、お家？あれ、家じゃ、お家？花が優しく揺れている。こんなところに花咲いてたんだ。こんなところに。え、待って、さっきのない、え、先輩でもありきだったんだよね。見覚えのある家だってなんで。いや、わからない。俺言われてもわかんない。この子に聞いて。部屋の中に何かキラリと光ったようだ。これじゃコインじゃん。100億%。文字が潰れていて読めない。君の悪い立て札だ。君の悪いね。なんかちょっと怖くなってきたね。荒れた部屋、かわいい部屋。うわー、もうクマが暴れたやんこれ。本が並んだ棚に一冊分ぐらいの隙間が空いている。あ、じゃあこれさっきの本入れるってことじゃないこれ。そういえば君不思議な本を持っているよね。そう、魔物の本を持ってるんですよ。僕もこれは読めないな。見たことない文字だ。え、これは君の本じゃないだって。返す場所がない。もうここに返そうで。ならここに置いておこうよ。持って帰るわけにはいかないし。まあでも持って帰ってメルカリで売るのもありだけどな。持っていた本、あー、赤いのがはまったね。隙間に収まった。なんだ、本が揃って並んでいる。ちょっと嬉しい気分。棚の上にいつの間にか先ほどの部屋を思わせる絵が飾られている。賑やかな部屋だったんだね。ああ、これ、え、俺何、もう1億年ぐらい経ったのかこれ。ん、割れた花瓶と花、干からびて黒くなってしまっている。さっきまで綺麗だったのに。大きなクマのぬいぐるみがここにあった？へえ、それは可愛いね。僕も見てみたかった。身長より大きくて動いた？かもしれない？そうなんすよ。それはちょっと、可愛いかな？可愛い？え、可愛いか？自分よりでっけえものが急に動いたら、いや、怖いけどな。ああ、ちょっと一旦セーブして。ちょ、ここ見るか、最後の。あのキノコがいた。忘れられた木！うわ、切り落とされてんじゃん。穴もなくなってし。縦札は壊れている。文字も、手気をつけて、触ると怪我するよ。
いなくなってるね。大きな毛はバッサリと、切られてしまっている。中は空洞だ。空洞。そこを何か、中に何か光っている。あ、コイン手に入れた。お金じゃないな。おもちゃのコインだ。お金だと思ったの。あ、なんでどうした。ああ、お前助けろよ。おい先輩助けろよ早く。あ、うん、ごめん、すぐ助けるね。あまりにもさらっと無言のまま落ちるからなんかびっくりしちゃってさ。びっくりしちゃった。あ、それだけ。人が一人丸々入るぐらいの穴が開いている。僕も普段は好奇心で動き回るタイプだけど、君を見ているともう私も、もう少し落ち着きを持った方が良いのかと思う。大人なんすね先輩。え、でも何もなくね。あらー、ごめん、なんか閉じちゃった、間違えて。じゃあさっき手に入れたコインでこれ開いてみる。うん、あ、錆びてて開きそうにない。え、コインを入れてこれが開いて鍵ゲットして、ね、あの家のドアが開くじゃないのか。え、なんか他にあったっけ。あ、あー、メニュー。あー、でもコインあるな。てかすげえ俺と似てんなお前。なんだんだ、お前は誰なんだ先輩。あー、開いてる。え、ドアが開いてる。入る、入らない、入る。なんか家の中来た。赤い魚がふわりと漂っている。ごめん、お腹鳴っちゃった。お前お腹鳴っちゃった。ちょっとお腹空いてきちゃった。なんかそう、別にね、そう、魚を見てお腹空いたわけじゃないんだけど、ただにお腹空いちゃった。うん、お腹鳴ってるわ、すげえ。なんかこれ、調べられない？棚の上に緑の本が置いてある。これさっきの本ってこと？うん。だけか。綺麗な石がたくさん棚に並べられてある。え？窓から光に反射してきらめいてる。え、これさ、これは君の家に似せて作ら、え？ここにあるのはおかしい。それはわかるけど、そういう話じゃなくて。ん？これは何？俺家なのここ。これは僕の家だ、間違い。はぁ、ちょっとなんか、え、俺の家何、どういうこと。もう一度聞くよ、君はどこから来た。君は誰。いや、俺聞かないでそんなこと。俺が一番わかんないですよ。なんだ、何、もうなんかもうわかんない。何があった。何、俺の家だと思って聞いてみたら、あの先輩の家だったってこと。あ、もう戻れなくなってる。じゃこの真ん中何これ、もう何、もうわかんない。あ、宝箱形。あ、これあれじゃない、子供の頃大事にしていたはずの、いつの間。え、待って、俺もこれ思い出あんの。先輩だけじゃなくて、これは僕が言う通りコインを入れたら、はま、ええ、あ、なに、記憶が一緒ってこと先輩と俺。これわかるよね。なんか圧かけられた急に。何ちょっと、え、何、いや、うん、昔森で拾った特別綺麗な魔法石。え、何、双子。宝箱に入れてずっと忘れてたんだ。
これが多分出口に導いてくれるはず。はい、ここでよ。一緒に。虹色の石を手に入れた。何、虹色の石ってもうどういうこと？わかんない。え？なんどういうこと？違う、もう間違えた、危ない、セーブしてないんだ。え？俺は何？先輩は何？え？まあ、とりあえず行ってみるか。先進む。はい。どういうことなんだ？何？何？え？なんか俺がイクラになっちゃったんだけど。え、先輩？え、先輩？帰ろう家に。君も一緒に。は？どういうこと？俺イクラになっちゃったんだけど、終わった！え？え？う、あ？いや、俺イクラになって終わった。え？先輩は何？俺魂ごと食われたってこと？やべ、意味が分かんなく終わっちゃった。え、やばい、ちょっと、え、いや、面白かったけどよごめんなさいね、面白かったけど。いやでもね、雰囲気すごく良くて面白かったけど、どういうこと？あ、なんだ？あ、続くまだ。あれからしばらくして、赤い本、町の図書館でとある赤い本を見つけた。これあの本ってこと？森の奥に不思議な魔法の空間が現れることがある。現れることがあるんだ。踏み込んでしまうと閉じ込められて宝探しゲームをさせられるのだと。あ、さっきの俺ってこと？ずっとその場所にいると少しずつ体と心が体と心、うわ、すげえ、そういうこと。だから俺は喋れなかったんだ。でも動けるから俺自体は体だったってこと？で、先輩が何、心だったってこと？そういうことっすか？え？で、脱出できたから最後一緒になったんだ。あ、で、最後あれか、心っていうかもう魂になったってこと？体じゃ、え？もうわかんなくなっちゃった。最後には人形になり、ジオラマとして永遠に飾る。あー、だから脱出できないと、みんなみたいになっちゃうってことか。あの子は僕からこぼれ落ちた一部の心と、あ、俺が心ってこと？魔法石の魔力が混ざって人の形になったもの。あ、じゃあ俺は俺で、先輩は先輩だったんじゃなくて、先輩は俺で、俺だったってことか。僕は僕を守るため、あの世界で作り出したもう一人の僕。多分そうだったのだろう、と思っている。思っている？なに、定かではないってこと？ちょっと、ねえ、やめてよ、その定かではないって終わらないで。あ、終わっちゃった。テキホームリング。あ、面白かった。てか、なに、先輩すげえ背高いんだな。俺より。俺より背高いんだ、10センチぐらい。わあ、面白かった。いいね、この雰囲気が。うん、なんかこうゲームボーイっていうかさ、こういうなんていうのかな、感じのゲームっていいよね。プレイしていただきありがとう。いや、こちらこそ面白いゲームありがとうございます。おまけ部屋に飛ぶ、おまけ、あ、ここでちょっと教えてくんねえかな。ゲームのジオラマを見回るおまけになります。あー、え、俺のこと教えてくんねえの、これ。一部ちゃ、じゃあこれ調べられんじゃね、これ。ちょっと早く横行こう。魔法陣から裏の、裏と思、あ、ってことはあれか、裏だったんだ、先輩と見たのは。うん。はい。あんた教えてくれよ。キャル、歌わせてみよう。女の子。心の一部が分離して人型になったもの。あ、俺、女の子なんだ。ん？男の子の体が？主に勇気や、行動力の部分なので、無口だが、とてもアグレッシブ。
アグレッシブなんだ。途中まで自分が男の子の一部だということには知らなかった。ってことは男の子の一部が女の子の俺になったってことか。正体を悟ってからもなるほどねくらいで、特に、うん、自分たちのためにやるべきことをやってきて消えた、やりきって消えた。あ、確かにな、最後合体したもんね、女の子。だから一部が魔法石と一緒になって別の性別の自分になったってことか。あー、なるほどね。ちょっとセーブするか一応。うん、これどうなの。あ、調べたりはできないんだ。ただこれは見るだけね、ジオラマを。はあ、お前らも結局何だったんだよ骨になったしなあ、剣士はなんかどっか行っちゃうし。じゃあ裏行く。うん、何もないもんな。よし、いた。キャラクター説明、男の子、これだ、これが本体なんだな。うん、見た目は16から18歳、18ぐらいの角が生えた人型。名前はイズらしい。イズ、18ってことは俺と一緒か。この部屋に迷い込んだ後、ポジティブな心が分離してしまった。なるほどね、だから不安だったってことか。そして恐怖に負けて一人動けないでいた。あー、この出来事以降、たまに鏡に映った自分が女の子の姿になったり。何、女体化するってこと？俺何、女体化しちゃうの？なんかそういう漫画でしかない設定があるってことか。うっかり呪いで女の子に変身、女体化しちゃ女体化するんだ。あ、でもそれはまた別の話なんだって。はあ、なるほどね。だからこの家に入って分離しちゃったんだ。うん、なるほど。ってことは俺は男の子からできた女の子を操作してたってことね。はいはいはい、いやー、そういうことね。ちょっと別の話もちょっと気になるんだけど、この女体化する、ちょっと興味あるんだけどまあそういうことか。はあ、なるほどね。ってことでディオロモロームでした。はいいや、面白かったね。ってか雰囲気がいいわ、この BGM と絵の感じが。うん、ゲームボーイみたいな感じでいやー、面白かった。まあ、てことでね、ディオボロボロちょ、言えない、ちょ、この名前が言いにくいな。まあ、ってことでね、こちらゲームでした。はい、まあ、よかったらね、いいね、チャンネル登録してね、また次回の動画も楽しみにしていてくださいってことで、ダッシュでした。また次回の動画でお会いしましょう。ああ、もうすぐ、あなたをあなただけを迎えに行きます。もうそうすごいアバンチュール。今日だけはダンディで男前。晴れ渡る青い空に、あなたといるだけでいい。夢のドライブへ、ララララこたすランデブー。歳がいなくても、輝けたなら青春。許されるならば、いつか飛び込んでみたい。あのムチムチの海に、マチコ先生！